序章。前々回の動画で将門の北斗七星を検証する過程で図らずも発見してしまったもう一つの北斗七星の結界、玉姫稲荷神社、今戸神社、浅草神社、大鳥神社、小野照崎神社、寛永寺、根津神社を線で結ぶと北斗七星になります。寛永寺以外は江戸開府以前から存在する霊場です。1625年に寛永寺が創建され、それに伴って小野照崎神社が上野照崎から現在地に移設されました。また1636年に三代将軍家光によって今戸神社が再建され、さらに1706年に五代将軍綱吉によって根津神社が現在の場所に移設されたことによって北斗七星型が出現しました。これらの創建、再建、移設には積極的に幕府が関わっています。さて、それではそれぞれの霊場を見てみましょう。各霊場の詳細位置、玉姫稲荷神社。創建760年、1333年新田義貞が鎌倉幕府討幕に際して戦勝祈願をした場所で、その後実際討幕に成功しています。徳川氏は清和源氏新田支流世良田氏の亡竜徳川氏の末裔を自称していましたから、幕府にとっては縁起のいい場所だったのかもしれません。また境内社として八幡神社があります。八幡神は清和源氏の氏神で、清和源氏を自称していた徳川氏にとっても氏神ということになります。各霊場の詳細に、今戸神社。もともとは今戸八幡と呼ばれていました。1063年、源頼義、義家父氏が奥州の安倍氏討伐に先立って岩清水八幡を勘定して創建したのが始まり、祭神は応神天皇ほか。応神天皇は八幡神の一頭で、本田分の御事と同一神。父は中愛天皇、母は神宮皇后、祖父は大和尊の御事。この霊場は戦乱陛下に会い、何度も焼失と再建を繰り返しました。1636年に三代将軍家光によって今戸八幡は再建されました。昭和12年、隣接する白山神社と合祀され、今戸神社と改称されました。各霊場の詳細さん、浅草神社。創建628年と伝えられます。明治の神仏分離以前は浅草寺と共に一つの霊場でした。1649年に家光が社殿を寄進しています。かつて境内には東照宮があり、家康が神として祀られていましたが、現在は合祀という形で祀られています。各霊場の詳細4、大鳥神社。創建年は不詳。大和尊信琴が統制の際に立ち寄って戦勝祈願をしたという伝承があり、かなり古くからある神社のようです。祭神は雨の日和しの御事、大和尊信琴。大和尊信琴は没した後、白鳥に化身して福天、つまり妙見菩薩のもとに飛び立ったという伝説から、妙見菩薩の使いとみなされるようになりました。社門は供養門および儀式門、これらは北斗七星を信仰していた千葉一族の家紋と同じものです。各霊場の詳細後、小野照崎神社。創建852年、もともと上野照崎の地にありましたが、江戸城の鬼門守護の霊場、寛永寺の創建に伴い1625年に現在の地に移設されました。祭神は小野高村。他の霊場とは異なり、徳川家や妙見信仰とは縁もゆかりもない異質な霊場。各霊場の詳細6、寛永寺。1622年に二代将軍秀忠が江戸城の鬼門を憂慮していた天海大僧城に、現在の上野公園のあたりに土地を与え、1625年にその地に三代将軍家光によって寛永寺が創建されました。創建当初から江戸の鬼門封じの霊場であり、また徳川将軍家の菩提寺であり、
境内には東照宮もあって、江戸幕府にとって最重要の霊的拠点でした。悪霊城の詳細なな、根津神社。大和武尊の御事が1900年前に創始した神社と伝えられます。祭神は須佐の御事、大山杭の御事、本田分けの御事。本田分けの御事は応神天皇であり、八幡神の一頭。もともとは千駄木にありましたが、当時甲府藩主だった徳川綱豊が、叔父で五代将軍綱吉の養子子に決定し、甲府徳川家の藩邸を去るにあたって、藩邸跡地を当社に献納しました。1706年、その地に綱吉が天下普請と呼ばれる大造営を行って、現在に至ります。この先座によって北斗七星型が出現したことになります。偶然か意図的か、幕府が積極的に関わった創建、再建、移設によって北斗七星の形が出現したことや、構成する霊場に徳川家の菩提寺や、その氏神である東照宮や八幡宮が含まれていること、あるいは妙見菩薩の使いとされる大和武尊の御事が祀られていることなどから、意図的に作られたものである可能性が高いと考えています。では何の目的でそれは作られたのでしょうか。鬼門守護の結界。江戸城から見て鬼門の方角にあることから、鬼門から江戸城を守る目的で作られたのであろうことは、容易に想像できます。また、寛永寺、浅草神社など鬼門守護の要として名高い霊場が含まれていることからもそのことはわかります。そして、徳川家の菩提寺や氏神である東照宮や八幡宮が含まれていることは、自分たちにとって近しい神々に鬼門から入り込む間から、自分たちを守ってもらおうという意図の表れと捉えることができます。疑問1、完成までの念仏。しかし北斗七星を構成する7つの駒が揃ったのが、今度八幡再建の1636年で、その後1706年の根津神社の移設をもって、北斗七星の形は完成しますが、その間、70年、意図して作ったにしては時間がかかりすぎています。それに対して、前々回の動画で取り上げた将門の北斗七星は、1616年の神田明神と筑戸神社の移設によって北斗七星型になっており、タイムラグがほとんどありません。これについてはどう考えればいいのでしょうか。妙見菩薩を表すもう一つの秘釈。そもそも移設前の根津神社の位置がどの辺りにあって、他の6つの霊場と直線で結ぶとどのような形になったのかを見れば何かがわかるかもしれません。根津神社は移設前、現在の本郷図書館あたりにあったと言いますから、そこにプロットして、試しに線で結んでみましょう。同じ柄杓型になりましたが、明らかに北斗七星とは違います。柄杓の柄の部分の先端が、上向きにすっと伸び上がっているところが、大きく異なっています。しかし、この形に類似する星座があります。それが小熊座です。尾の先端が上に向かって伸び上がっているところがよく似ています。小熊座も柄杓型なので、小柄杓と日本では呼ばれていました。そして小熊座の尾の先端の部分は北極星です。妙見菩薩はもともとは北極星が神格化されたものですから、この結界も北斗七星と同様に、妙見菩薩の加護が得られる結界になっているわけです。現在の北極星は西暦500年頃からずっと同じですので、江戸時代も現代と北極星は同じだったことになります。ですから妙見菩薩を表す結界は、今度八幡再建の1636年の段階で、一応の完成を見ていたと言えるのです。そしてさらに1706年、根津神社の移設をもって、北斗七星の結界は完成します。北極星と北斗七星が同一視されるようになったわけ。ちなみに北斗七星は大熊座の中の腰のあたりから尻尾までを構成する星座で、小熊座とは龍座に隔たられて一つ向こうの隣近所です。そもそもなぜ北極星と北斗七星が同一視されるようになったのか、
疑問に思っていたのですが、この辺り2階へと導いてくれるヒントがありそうです。同じ北の空に隣り合って存在し、しかも同じ柄杓型であることから、いつしか両者は混同されたのでしょう。それが北極星と北斗七星が同一視された経緯であろうと推察しています。しかも北斗七星の方が大きく、また構成する6つの星が2等星とよく目立つことから、力点はやがて北斗七星へと移っていったのではないでしょうか。疑問に、小野照崎神社という異質な存在、しかし結界を構成する霊場のうち小野照崎神社の存在は異彩を放っています。妙見信仰とも徳川氏とも関係のない神社だからです。それがなぜこの結界の中に紛れ込んでいるのでしょうか。東京都多摩市に武蔵国一の宮小野神社があります。この武蔵一の宮が小野照崎神社と何か関係があるのかもしれません。江戸は家康入府以前は武蔵国豊島郡の一部でした。つまり武蔵国の一宮の分霊が小野照崎神社なのではないかと当たりをつけてみたわけです。武蔵国を守護する一番格式の高い霊場の分霊に、この結界の一翼を担ってもらおうという意図があって、寛永寺創建後も移設してこの霊場を残したのではないかと考えてみたわけです。では武蔵国一の宮小野神社との関係を見ていきましょう。武蔵国一の宮小野神社、創建は安寧天皇18年と伝えられます。祭神は雨の下春の御子と瀬尾律姫の御子と小野郷にあったので、小野神社という名称になったといいます。また雨の下春の御子とは武蔵国開拓の祖神であるため、主祭神として祀られるようになったとのこと。幕府が手厚く保護、二代将軍秀忠が多摩川の氾濫によって衰微した同社を造営再興しています。平安元年、三代将軍家光により朱印地15国が寄進されています。社殿からは小野氏との関係は不明でした。しかし近隣には他にも小野神社が散在しています。それらを見ていけば何か関連がわかるかもしれません。小野神社、東京都府中市、創建は安寧天皇18年、祭神は雨の下春の御子と瀬尾律姫の御子と、多摩市にある小野神社とはもともと同じだったといいます。多摩川の氾濫によって遷座され、結果2つに分かれたようです。多摩市の方が幕府の保護を受け栄えたのに対して、こちらは衰退していきました。小野神社、東京都町田市、主祭神は小野の高村、天禄年間に小野の高安が先祖の高村を祀ったのが始まりとされます。明治時代の小野寺村史には小野の高村の他に雨の下春の御事を祀っていたとあります。小野神社、神奈川県厚木市、主祭神はもともとは雨の下春の御事、現在は大和たけるの御事、鎌倉時代の御家人愛好末高が当社を厚く信仰していた。愛好氏は本家の横山氏と共に小野の高村の後裔とされます。横山と武蔵国多摩郡の横山省を中心として、武蔵国相模の国北部に勢力を張った横山氏を中心とする武士団で、小野の高村の後裔とされます。今まで見てきた小野神社は横山等の勢力範囲と重なります。また町田市と厚木市の小野神社が小野氏と関連が明確であり、主祭神として雨の下春の御事を祀っていたことから、残りの多摩市と府中市の小野神社も小野氏との関連が強く推定されます。つまり小野の高村の後裔とされる横山氏は雨の下春の御事を氏神として祀っていたものと考えられます。雨の下春の御事と雨をしたらし彦の御事、しかし小野氏の祖は雨をしたらし彦の御事であるとされ、雨の下春の御事ではありません。雨の下春の御事はにぎはや日の御事が天下った時に護衛についた神の一柱です。にぎはや日の御事は雨のほあかりの御事と同一視され、高祖ににぎの御事の兄弟で物のべしの祖とされます。
また雨の下春の御子とは秩父の国の宮津湖の祖とされますが、秩父の国の宮津湖の後栄氏族は不明です。またおのしの祖とされる雨を下らし彦の御子とは第五代豪商天皇の第一王子で、雨たらし彦国をし人の御子ととも呼ばれます。武蔵の国の宮津湖の祖ともされています。小野神社の謎。そもそも武蔵の国と秩父の国は別々の国で、その後秩父の国は武蔵の国に編入され、武蔵の国秩父郡となりました。その意味では武蔵の国の宮津湖も秩父の国の宮津湖も武蔵の国を開拓したということになり、雨の下春の御子とも雨を下らし彦の御子とも武蔵開拓の祖神と言えます。しかしもともと別々の国を管理していたことから、その勢力範囲は互いに異なります。そして横山氏の勢力範囲は武蔵の国の宮津湖と重なっており、したがって氏神として雨を下らし彦の御子とを祀る方が筋が通っているように思えます。また今回取り上げた以外の小野神社の多くが雨を下らし彦の御子とを司祭神として祀っています。例えば滋賀県大津市や高知県南国市の小野神社などです。しかしどういうわけか横山市の勢力圏内にある小野神社に祀ってあるのは雨の下春の御子となのです。これは今回の調査で行き当たり、未だ解明できていない謎です。もしかしたら横山市には雨の下春の御子が自分たちの祖であるという言い伝えが誤って伝わっていたのかもしれません。小野照崎神社。再びだいぶ遠回りをしてしまいましたが、いずれにせよ小野照崎神社が武蔵の国一の宮である小野神社と同系列の神社であることが分かりました。ということで、先ほど建てた武蔵の国の中でも一番格式の高い一の宮の分霊にこの結界の一翼を担ってもらおうという意図があって小野照崎神社を残したのではないかという推論は的外れなものではなかったことになります。また祭神の小野の高村は裁判官としての腕を買われ、夜は閻魔大王の副官として働いたという伝承もあります。もちろん現代にあってはおとぎ話の類として一生に付されるでしょうが、しかし江戸時代の人々にとっては信じられた逸話だったのでしょう。そして閻魔大王の副官として働くということは裁判官として善悪や真理を見通す目があったということになります。ちなみに妙見菩薩の妙見も善悪や真理を見通す目という意味です。そもそも北極星がどんな時でも変わらず天の北極を指し、航海者や旅行者たちを正しい方角へと導いてきたことから、そのような呼び名で呼ばれたわけですが、ここに来て妙見菩薩と小野の高村は符合するわけです。そのようなこともあって小野照崎神社は北斗七星を形作る結界の一つとして選ばれたのかもしれません。まとめ、今回紹介した新たな北斗七星の結界が意図的に作られたものであるという決定的な証拠はありませんでした。しかし北斗七星の形が出現した経緯や構成する霊場の特徴などから、またその配置された位置から江戸城の鬼門守護のために意図的に作られたものである可能性が高いと考えています。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録をお願いします。